コシコシやったっていうだけは本当。そうすると結果は負けて出るっていうね。この志とたがってですね、それで布団を洗って干さなきゃならなくなる。でそういう点、この三枚羽が考えてみると面白いですよ。人間の言葉もそうできてるもの。そのこれが私の我っていうのが主語だ。でこの生命っていうのは動詞だ。それでこれが目的語だね。こういう言葉もそういう構造になってできてんだ、人間の言葉は。例えばあれだね、これが愛でしょ、愛だ。これがラブだ、これがユーだ。この I love you っていう言葉の中にちゃんとこの辺り三枚羽が入ってんだよ。そういう意味で私のこの三枚羽理論はね、この私の単なる考えじゃないね、これ人生の本当のあり方だと思うね。そうしてみるとね、大体は本当は生まれて生きて死ぬんですよ。ただそれだけなんだ。だけどね、その生まれて生きて死ぬっていう、生きてる、生きるっていうことが、このあたかもね、雲みたいなもんだね。人の一生っていうのは、雲が小面と大空をこう見ててごらんなさい。そうすると小面として雲が浮かんでくる。そしてその雲がね、同時にそのただ雲だけじゃなくって一つの作業をするね。作業っていうこの作業っていう言葉、こういうこと、この業、これがカルマだ。業を作るんだ。雲っていうの、雲がこう大空何もないとこからこうふっと雲が湧き出してきて、そしてその雲が全く頼りないもんかと思っていると、そうじゃなくてその雲がピカピカッと光ったり、ゴロゴロってなって、そして大雨降らしたりと、こういうそういう作業をする。そしてそれじゃあもう雲っていうやつはもう厳然たる実在するものかと思うと、またふーっと消えちゃって、そしてまた青空になる。これがね、だから面白いんですね。いや、私がその雲っていうものに非常な関心を持つようになったのはちょうど10年ぐらい前、玄宅の安泰寺にいた頃、私がちょっと病気になって、それでしばらく休むって言って、その時にちょうど春だった。それでそこからこう玄宅の丘からこう京都の町のこう大空を見てるとね、雲がふわっと浮かんでるのを見てね、あ、人生とはまたまた格のごとしって悟ったんだ。それでね、私その時の詩、これ私の本の中にも載せてるけれど、これも全く初めての方は初めてだろうから、ちょっとその私の詩をね、ご紹介するとこういう詩なんですね。雲、生命の歌っていうね。天地いっぱいのところから骨念として浮かびで、
返事いっぱいのところへ忽然として消えていく雲、ぼんやりとただ浮かび微笑んでいる雲もあり、淡々として流れ飛びゆく白雲もあり、黙々と湧き立ち火が対象するもあり、たちまち大雷を呼んで怒号するもあり、ひとひとと潤す春雨もあり、さめざめとなく長雨もあり、深い石島の中に開墾する雪雲もあり、憎悪に満ち荒れ狂ってやまぬ台風もあり、すべてを圧殺せんと吹きさぶ猛吹雪もあり、そしてすべての雲を流出させ、何ともないただ深い青空となることもあり、天地いっぱいのところから忽然として浮かび入れ、天地いっぱいのところへ忽然として消えてゆく雲、雲こそは生きとし生けるもの、ありてあるものの原型、天地いっぱいこそその生命なのではないのか、こういう詩ですがね、このね、ところがこの天地いっぱいっていう表現をね、私が持つようになったのはちょうどその頃、安泰寺に秀息さんだったかね、チューリップを植えたの、チューリップをね、秀息さんがまだ可愛らしい高校出てすぐの時だ、安泰寺に来て、玄関の前の広場にチューリップをこう植えたんですね。そしたらその春にまたね、チューリップがまた実に見事にいろんな色のね、真っ赤なチューリップもありゃ、紫のチューリップもありゃ、黄色いチューリップもありゃ、まあ、いろんなチューリップが見事にこう揃って咲いちゃったんです。それで、まあ、見にいらっしゃいって言うから見に行った。そして私つくづくそこにしゃがんでチューリップの花を見ていて、どうしてこれね、土の中からこれなりいろんな色が出てくるんだろうかって言ってね、つくづくその不思議さにそのあれしてたんですね、びっくりしてた。ところがその時に母が土の中ばっかりじゃない、これはこの空気中のね、酸素も吸ってるだろうし、それからお日さんの光も吸ってるだろうし、そしてあらゆるね、炭酸ガスも吸ってるんだし、そうするとね、これただ地中からだけこの色が出てきたんじゃない、天地いっぱいのとこからこのチューリップは咲いたんだということをつくづくね、その時考えたんですよ。そしてちょうどその頃その雲もね、愛したもんだから、それでこの天地いっぱいのところから忽然として湧き出てくる雲っていう表現ができた。結局ね、それなのね、我々ね、みんな天地いっぱいのところから生きてる、それでまた天地いっぱいのところへ消えてくんだけれど、そこの生まれて生きて死ぬだけなんだけれど、生きてるっていうところにいろんな作業をするっていうね、これ世の中引っかき回すやつやら、いや引っかき回す、余計引っかき回したやつを偉いと考えてる馬鹿がいるね何でもかんでも引っかき回した容積が大ききゃ大きいほど偉い人間なんだと思ったよね、実力者っていうんだ、そんなようなつもりでいるもの、みんなバカだ本当にみんなバカだ、こんなね、その引っかき回すのが偉いってわけじゃない、もっと価値観を新たにしなきゃ、我々も生存的価値観だけに立つから、そうするとと引っかき回したやつね、まあ、ヒトラーなんていうのはそのあれだけの大戦争を起こしてポーランド人だけでも600万人殺したっていうんだから、これ随分引っかき回してる、だけどね、私はさっぱりヒトラーは偉いと思わない、バカだと思う
それを今生存だけに生存の価値観だけしか持っていない人はこの、そういう世の中を引っかき回しゃ引っかき回す容積が大きゃ大きいほど偉いぐらいに思う。これがだからさっき言ったようにその人類の地球上がどんな大容積を持ってねやっていようとも全くね便所の虫がうごうごと動いてんのとちっとも変わらないんだっていうそういう私の見方はそこにあるんで、まあそういうことなんで（笑）でこの物足りようから始まってですねこういう、そういう主観的社会を形成する話ねはあの今の話の続きはねこの次の回に、もうちょっとベニーリサイに行ってお話しようと思ってでしかしね人間存在としてはねただそういう主観的生存社会だけじゃないもんそれだからまた話が複雑になってこのいわば主観的な生存社会とそれから客観的な生存社会がまた絡み合うんだそれでまたね、話が非常にこの複雑になってくるね人生っていうものはというのはどういうことかっていうと人間存在としてはねその客観的な世界っていうのもないわけじゃない今のように自分の物足りようのね主観的なその世界だけで生きてんじゃなくて一つの客観的世界もある例えばねこのそれっていうのは私の頭の中に湧き出してくるのはただ物足りようの思いだけじゃないでしょ例えばこれあれですね空を空と見るっていうのこれは別に何も物足りようの思いが付け加っていないもんただ物足りよう大空は大空だでお日さんはお日さんでそしてその場合大空っていう言葉で人々とこの通じ合うことできるお天道さんっていうんでまた通じ合うことできるんだこの場合決して物足りよう主観的な世界の話じゃない客観的にな世界があるわけですでそれでね私がこれも私が漫画描くとはい本来は私たちはね本当から言ったらねみんなこれ通じ合うはずはないわけねちょっと兵一発貸してくれないか頼むこの際困ってんなって兵一発貸し借りできないでその兵一発さえも人と貸し借りできないのが生命ところがね我々この頭で考えた言葉というものがね、で
通じ合うんだね。今言ったように大空っていう言葉は大空っていう言葉で通じ合う、お天道さんちは大天道さんで通じ合う。そしてね、通じ合うところに今度はここにもう一つの世界が開けて、そしてやり取り貸し借りできる世界が出てくるわけですよ。で、今そういう客観的な世界っていうのはそういうようなもんだ。で、この場合ね、通じ合ってんのが生命そのものが通じ合うんじゃないんだってことしよう。要するに頭で考える、考えるそのことが通じるんじゃなくて、考えられたことが通じる。つまりね、ちょっとタバコ飲みたいんだ、ライター一つ貸してくれって言うと、そうするとライターを貸してくれるっていうのはね、言葉で言われた中身が、中身っていうか言い合わされた約束ごとの、これはライターっていう名前つけられてね、そしてその約束ごとが通じ合うんだね。で、決してその、生命そのものが通じ合うんじゃない。しかしながらこれとにかく通じ合う面がある。で、どのくらい通じ合うか、その通じ合う程度で、いろんなその領域やグループができてくるわけです。例えばね、その日常会話って言って、日常会話でこうやり取りしてるね、これで日常の世間が出来上がってるわけだ。日常のサークルがね、そういう世間話程度の通じ合いの世界というのがある。それからある思想、あるイデオロギー、ある主義、ある神話、ある神話、宗教的教義というようなもんで、そういうサークルだけに通じ合う世界がまたあるね。だからそこに主義とか仲間とか宗派とか国家とかっていうね、そのサークルが出来上がるわけです。そしてだからね、つまりこれ、牛は神聖なる動物であると、こういうふうにね、その考えている国民と、それから牛は何でもないんだって、牛食ったっていいんだと、そういう国民とって言ってね、国民とっていうより、まあ宗教だね。そうすると例えばヒンズー教と、それからマホメット教徒っていうのが対立するもの、豚、汚らしいっていう、汚れた動物って、いや豚は大切って、まあそういう牛は牛を食うなんてとんでもない、牛こそ神様だって、いや牛は美味しいって、そういうちょっとした考え方の相違でね。それでそこでこの戦争が起こるんですよ。これの昔からの宗教っていうのは神様の相違だもん、神様と神様の喧嘩だもん。それからこの主義っていうのもそうね、共産主義、資本主義っていう、その主義もそう、イデオロギーとかね、それからまあそういうんで、そういうのをグループボケっていうね。このグループボケっていうのはね、佐々木朗氏、私の師匠の佐々木朗氏の名言だ。要するにみんな世の中のやつはグループボケしてんだって。いや本当にグループボケだ。それしかも
グループボケしに行くために会費払ってそれで会費払ってグループボケして、そりゃそうでしょう。例えばあのお医者さん仲間を医師会っていうのあれするじゃない。おっと例えば、あれだね、で電気器具でも作っているのは電気工業会とかなんとかいうその、グループ作るね。坊主は坊主で坊主協会っていうあのそういう同業組合を作る。で同業組合のおのおのの、その利益のためにつんでって戦うんだ。だからこれグループボケです。まっさらな人間っていうのを見失ってる。でそれに対してですね、全ての人間である限り認めざるを得ないっていうこともある。この例えば人間の先天性において先天的にですね、このもう通じ合うっていう、そういうのが自然に関する限り自然科学っていうのも、例えばみんな自然科学っていうのをその自分の考え方でそう勝手に変えることはできない。どうしても人間である限り認めざるを得ないというかね、そういうのを普遍妥当性。ところがね、この自然科学っていうのは自然そのもののがそういうあり方してるんだとこう見るとすると、それは違う。自然そのもののあり方がをあれしてるのが自然科学じゃないですよ。自然科学は人間の見た自然のあり方だ。例えばね、そのさっき言ったの人間の考える考え方には何でも我を思うっていうねことが付け加わらなきゃならない。まあ、カントは言う。それでそういうどんな命題にも我を思うっていうのが付け加わるから、そうするとその我を思うだけをこうひとひっくるめにするとね、そうすると俺先天的自我一般っていうこのもう本当に理性者である限りこの自我一般の中に入ると、そういうのが根本になってたね。そして そういうのが先天的自我一般を通し地盤として考えたことはこれ普遍妥当性を持つっていうことです。で例えばですね、その自然科学的にはね、いつでもこれ主体と属性との関係においてよく見ていくね。これは我々人間としてはまあお天道さんって言ってるとお天道さんの光と この光はお天道さんを主体にして、そのお天道さんは光るっていうね属性を持ってるとこうして見るわ。ところがね、その赤とんぼがね私の頭へ止まるっていう、私の頭はねとってもねトンボは止まりやすいらしいんだわ。安泰寺時代前に池へ作ってあったけれど、庭へ私が立つとその赤トンボがふっと来てここのところへ止まるのね。一番高いところが好きなんだねそれでいつでもまるで坊主のかんざしみたいに止まる。これ赤トンボにしたらこれ私っていう人間の属性のこの部品としてね頭があって、それの一番高いところってそう認識してるわけじゃないんだ。ただもう止まりやすいから止まっただけでしょ。いや肺だってそうだ。このお殿様ちょんまげに肺が止まったって思う。そうしたらこのそばにいた侍従がおのれ無礼なやつ、そのお殿様のおつむの上に泊まるとはって、ね、これは無礼打ちだって言うんでパッとこう
切り捨てようと思ったらお殿さんのちょんまげ切っちゃったって、そしたらブレ者って言うんで、またお殿様がそのあれその自重を手打ちにしたっていう話があるけど、これそういうね、頭がその特別に神聖な、ところであり、そしてそこへ止まっちゃいけないというのは肺は考えない。肺はなんとなしに止まってる、止まりやすいから止まる。しかし人間の場合はその人間の一番その上位である頭、神聖なところ、そこへ肺が止まった、これはけしからんというわけだね。ところがそれで手打ちにしようと思ったらちょんまげを落として、今度はその手打ちにした侍が手打ちに遭うっていうのね。これもこれやっぱりね、人間ボケしてるわけで、その、大体肺は頭とも何とも考えないで止まる。それをまた頭が神聖なとこであるとも思っていない、こういうことね。それを人間に限ってその人体に頭がついていると、こういうふうにこう主語と主体と属性の関係に置くじゃない。そういう考え方はね、まああれだ、人間だけです。人間だけに、その共通して、それから自然をまた原因と結果にの関係に置くっていうね。例えば太陽熱が我々地球を温めてる、こういうふうに、太陽熱っていう原因をあれしておいてですね、そして地球のあれが温まるっていう、そういう原因と結果の関係に置くとか、あるいは自然を数っていうものに還元して計算するとか、こういう考え方ね、これ自然科学の根本である。しかしながらこれ自然そのもののあり方じゃなくて、人間の見たその自然のあり方ですね。でそれを今の普通の科学者たちの、科学者もこう興奮になるとね、こんなバカなこと考えないけど、普通のその辺の科学者っていう考えてる人、自分で科学者だと思ってる人は大概自然科学ってのは実物そのもののあり方ぐらい考えてる。そういうのを哲学ではね、この素朴的実在論って言うんだ。でそういう、素朴的に実在してるとこう思う、ね、それに対してね、今度そうじゃない、その全ては物体は心の影、ないと思えばないって、病気なんかないないって言ったらなくなっちゃう。そのぐらいのことを考えてるのは、これは経験的関連論だ。今のあれですね、自然科学っていう世界はそうじゃない、先見的関連論というのね、経験的実在、経験的には実在してる、しかしながら先見的に言ったら我思うちょとこから出発する、だから先見的関連、そういう自然科学の世界もある。でまあ結局ね、今お話ししたことを整理して言いますと、その今言う自然科学の世界みたいな人類一般に通ずるところの客観的存在世界もある。要するに人類理性者一般に通ずるね。そうかと思うと、ある思想だけに通ずる、このグループだけに通ずるね、思想とかイデオロギーとか主義とか神話とか宗教とか宗派、そういうグループだけで通じ合う世界があるね。そうかと思うと、日常的会話だけでこう軽く通じ合ってる世界もある。そしてまた全く自分だけ見ている、さっき言った物足りようっていうね、
その関心から見てる世界もある。で結局あれはね、生きてるってことはね、そういう多層構造の世界でね生きてるんですよ。でそういうこういくつもの層のあれをたった一つのその自分が生きてんだからね、だから非常に複雑な複雑なあり方する。例えば全く主観的な世界っていうのはね、客観的なものに対してはね、その普遍に対する個ですからね、だから普遍的法則には従わなきゃならない。例えば、日本人としては日本国家の法律に従う、こういう、それからあれですね、まあ私なんかは曹洞宗っていうね、宗派に宗門に一応属してるから、まあ宗門のあれには一応従わなきゃならない。これも普遍とこれあれだね、会費出してグループボケしに行ってるわけだ。それで要するにその私は会費あんまり出していないけど、その反対に宗門の方からもらう方ばっかり考えてるけど、そのあれだね、とにかくそういう自分の属してる階級こう上位のものに対しては従わなきゃ、まあ、会社に勤めてりゃ会社の在り方に従うようなもの、組織に対してはね。でその点から言ったらね、主観的関心の世界っていうのは一番もともと主観的なの。でそれに対してこの普遍なものに属しなきゃならない。で自然科学なんていうものはどうしても我々そういう考え方に従わなきゃならない。誰でもそう、どうしても真理としてそうだって言われそうだ。ところがね、そういうふうにいわゆる普遍と この関係で、普遍の方が普遍に対して子がいつでも従っているのかっていうと、そう決まってないんだからまた問題なんだ。例えばね、このボス的主観っていうのね、これ例えば、ヒトラーなんていう、ヒトラー時代、これヒトラー時代には科学も芸術もね、社会も何から何までナチズム、従わなきゃなんない。押すと最も主観的なものが一番上位になって動かすわけですね。毛沢東時代もそう、今の、毛沢東時代っていうのはもう毛沢東が神様でさ、そしてあとはみんな従わなきゃ、今度は劉少奇となると劉少奇が神様で、あとはみんな従わなきゃ、だから全く個人的な主観の方が上になることもある。それでね、だから、あらゆるね科学技術っていうようなもんも、匠もね、匠も歪んで使われると企みになり、技も歪んで使われると災いとなるって言った人があるけど、うまいこと言うね。そういうことになる。要するに歪んで使うっていうことがあるわけです。自然科学がどこまでも普遍的なものであるんならいいけど、その科学技術のその技をですね、そのボスの主観的なもので使われると、本当にこれ災いですよ。これからの世界、いつその核爆発とかね、のミサイルとか水爆とか
核弾道とかって妙なね、あれ武器が本当に個人的な主観でもって使われることがあるんです。これ自然科学はいかに客観的であろうと、科学技術っていうんで、展開した世界っていうものはね、簡単に主観で使われる。それでね、結局の話がそういうふうに、こと普遍、本当は普遍の中にこの子が従っている。ところがこの普遍のところの上にまた子がの、このご素敵な子が登ることもあるし、でこの普遍の、普遍って言いながら、そのグループボケでさ、さっき言ったここのあれですね、牛が神聖な動物であるか神聖な動物でないか、それだけでもってその戦争も起こるわけだし、そういうような非常にね、だから我々の人間社会の在り方っていうのは複雑になってくる。ところがその全てをひっくるめて、そのこういう全てをひっくるめたところの根源がね、やっぱり私にとっちゃ私の生命体験、私の人生だ。で、そういう意味の自己の人生を明らかにするっていうことが大切なんだ。そしてね、そういう自己の人生を、人生っていう地盤で全てを見ていくっていうのは、単なるね、主観的な、さっき言った物足りような主観的個人的な地盤とは違うんだ。で、そういうどういうふうに違うか、そこでね、まあこの次の時には生存と生命ってお話ししたいわけです。要するに、さっき言ったこの自分の物足りようで、そしてその宙に浮いたね、これは生存的世界です。それに対して本当の生命の実物、自己の生命の実物っていうのはどういう、で、そういうつもりで生存と生命のお話をその次にします。ところで、まあ、今日お話ししたいとこはそこだ、そういう話だ。しかしこれあと17、18分しかないんじゃ、さっき言った人生の問題のうちに含むね、この渦の話はちょっとできかねるな。の今日は、まあ今日はそのままその程度にしとこうかな。ので、大体私としてはね、おそらく私の話、皆さんがこう声来て聞かれる初めの人生っていう話だから、あ、こういうこと取り扱うんだなと思ってんのとはちょっとね、全く違う話をしてんじゃないかと思う。さっき言ったように人生っていうと家庭の揉め事とかトラブルとか世渡りとかね、処世術の話とか、そのくらいのことを考えると。ところが私のは全然そうじゃないんだっていう話から始まるんでね。そうするとね、私の話の後すぐ今の話でそのご質問はって言ってもね、全く質問も見当が外れちゃうんじゃなかろうかと思うんです。で、私大体は、この話6月まで続けるつもりなんですがね、5月までにできるだけこう話してって、で6月の最後の
最後の回にまとめてね、その皆さんに私の話5月までずっと聞いていただいて、そしてどうしてもこのとこわからないっていうことを、その問題を書いていただいて、そして私その時その問題を見ながら、そして、これ大切な問題っていうのだけ拾ってですね、でその最後の回にはお話ししてみたいと思うんですが、それでよろしいですかね。じゃあまあ今日はそれまでにします。ちょっと早めになっちゃったけれど。